元安倍派の堀井岩尾参院議員はきょうの会見で2018年から2022年までの5年間で所属する安倍派のパーティー券の販売でノルマを超える収入が876万円あったにもかかわらず収支報告書に記載していなかったと明らかにしました派閥側に確認したところ収支報告書に記載しないよう指示があり金庫に保管していたということです